一昨年の10月から、はい、もともと新小岩が、まあ、始まりなんですけど、定食の方が多いですかね、やっぱり、ロースカツ定食の方が、はい、最初は薄かったんですで、ちょっとあんまりお客さんも来なくてインパクトがなかったんで、で分厚いの出そうかみたいな感じで、ちょっと一つ一つちょっとボリューミーにして、150ぐらいあればもう本当は十分です、ね、残してもパック詰めしてって書いてもらって、オーナーが本当お肉屋さんだけやってたんです。精肉屋さんやってるんで安い値段でお客さんになんか食べさせてあげたいなって。
次でいきます。いらっしゃいThank you.
8時バッターですね。どうしたんだよ。